皆さんこんにちは。今日は新大阪周辺の撮影スポットを紹介します。ここは JR 新大阪駅の南側にある歩道橋です。 JR 新大阪駅には北側と南側に歩道橋または跨線橋と呼ばれる橋が線路の上を通っています。まずは北側から紹介します。ここからは JR 新大阪駅に発着する普通列車から新快速、特急まで様々な列車を見ることができます。南側の歩道橋は柵が低く、列車をほぼ真上から撮影することができます。今度は新大阪駅の北側にある歩道橋に来ました。こちらは JR 東淀川駅のすぐ近くにあります。線路を越えて、また横の道路を越えて、かなり長い歩道橋ですね。こちらは柵が高く、撮影は階段部分またはスロープの部分の方が撮影しやすいですね。歩行者の邪魔にならないように撮影してくださいね。とりあえず旅客列車を撮影して貨物列車を待ちます。貨物が来ました。レッドサンダーですね。この横関にあるカーブから出てきた列車が、先ほどの撮影スポットに向かいます。
皆さんもこの場所で撮影するときは通行されている方々の迷惑にならないようにお願いしますね。